何でしたろう先生。お、主役のご登場か。フルコンさん、こちらへ。主役だぞ。丁重に扱い怒られる流れ声。主役やぞ。本日の主役は私。怒られるわけないでしょ。さあ、怒るなんてとんでもない。課外授業の宝探し、皆さんのその功績についてです。だよね。タイムマシンを停止させ未来のポケモンたちの暴走を阻止。本当に素晴らしい行動でした。校長として私も鼻が高いです。無許可で立ち入り禁止の場所に入ったことはよくありませんが、あ、それね、ペパーがやりました。ですよね。パルデアの豊かな生態系を守ってくださったことに免じて不問とさせていただきます。結構許すよね、この学校。普通にペイペイシステムハッキングしてでも許してるからな。怒られんかった。おっと、他の皆さんには渡したのですが、フルコンさんにもこちらを。あ、すっとマスボくれた。ありがとうございます。それとこの前お渡しした電動バッジは、アカデミーで素晴らしい功績を挙げた生徒だけが持てるものです。バッジに恥じない生徒の鏡として学校生活を送ってくださいね。なんでこんなちょっと浮かないはーいになっちゃうのよ。やってみるか。はーい。おや、燃え尽き症候群でしょうか。あ、なるかもな。それとペパーさん、博士のことは残念でしたね。思い出させてやるな。比べるよ。まあ、父ちゃん死んでるって知った時は辛かったけど、不思議と今はすっきりしてんだ。父ちゃんの研究、やりたかったこと、大穴の中でちょっと分かったし、タイムマシンなんてすげえもん作るためには子供の相手なんてしてらんねえよな。だからガキの頃から続いてた俺のモヤモヤはこれでおさらばだ。マフィテフやダチのこいつらと卒業までスクールライフ楽しむぜ。いい顔してる。なんて素敵な笑顔なんだマフィティフ。違う、ペパー。さすがフトゥー博士の立派なご子息です。卒業するための単位は全然足りてないですか。この一コマいいな。比べるの余計な一言と、あの満面の笑顔。ここサムネにしたいぐらいよ。死に物狂いで頑張ってくださいね。あ、オーマイガー。そして我が校からチャンピオンが新たに生まれたのも喜ばしいこと。大穴の活躍を公に祝えない分、こちらはアカデミーみんなでお祝いをしたいですね。はいはいはい。だったらポケモン勝負大会を開きたいです。ほんま好きやな、ネモは。俺とだけ戦ってるよね、もう。また面倒なこと。マジネモいな。いいな、確かにネモいわ。なんかいい表現が見つからんなと思ったけれども、ネモいです。これはポケモン勝負大会ですか。多少ネモさんの私利私欲感はありますが、いいんじゃないでしょうか。他の行事の準備もあり、あまり大規模なことはできませんが、お話は聞かせてもらったぞ。誰だ。おもだかさん。違う、おなもみさん。その大会、ポケモンリーグも一肌脱ぎましょう。トップ。ポケモンリーグの名を知らしめるのにちょうど良いと思いましたか、トップ。これはこれは、おもだかさん、喜ばしい申し出です。裏若き才能たちを育むためなら協力は惜しみません。しかしポケモンは若い目だけに伸びしろがあるわけではない。この学校の先生方は元ジムリーダーや図鑑開発者、ポケモン育成に長けているものも多い。ですから私は提案します。教員や生徒、その全てを交え、学校最強のトレーナーを決めるのです。わ、先生ともやれんの。もちろんトップも出場しますよね。部外者だからダメじゃん。え、そうなん。あ、学校部外者なんか。いやいや、この人確か学校の理事長でもあるし。あ、いけるやん。マジ、なんでも超人さんか。役職大盛りやな。でもあんまり何もしてなさそう。チャンピオンでもお誘い感謝です。私でよければぜひ参加させていただきたいのですが、少々仕事が立て込んでおり、スケジュールを分けるのが難しく。お、逃げるんですか、おなもみさん。そこをなんとか。もしチャンピオンフルコンがお仕事を手伝ってくだされば、私も出場できるかも。マジ。いや、別にいいっす。俺、フォール先生と戦えれば。おー、ありがとうございます、チャンピオンフルコン。あなたには私の代わりに各地のジムを視察してほしい。チャンピオンランクを目指す者たちを優しく導ける存在であるか、その強さに陰りがないか、チャンピオンとして勝負し、ジムリーダーたちの力を見極めてください。私が選んだ逸材たちですか。滅多なことはありませんが、まあ形式的なものですね。新しいチャンピオンのお目見には絶好の機会です。
トップが来ると思い準備してますから。以前戦った彼らとは別格の強さですよ。え、本気のジムリーダーと戦えるの羨ましすぎる。それでは私は別の仕事に。 LP システムの脆弱性についてボタンさんと改善案を考えましょう。うちこれから溜まってるアニメ消化する予定、ご協力感謝しますね。やります。まあ弱み握られとるからな、ハッキング娘は。それではよろしくお願いします。ボタンさん参りましょう。ボタン可愛いな。フルコンやったじゃん。トップを呼ぶためにファイトだよ。もう一度ジム巡り楽しんできてね。私は大会開催できるように学生課に申請したり準備進めとく。結構ジム手続きもやる方なんやね。バトル以外はしゃらくせよみたいなこと言うかなと思ったんやけど、いいポニーテールだ。生徒の自主性に校長感動です。皆さん頑張ってください。またしても何もしないクラベルさんじゃないのか。シレットだな、お前もやろ。おいまあいいよ、お前はそれでいい。これで各ジムリーダーと再戦ってこと。これなんすか、これポケモン休ませるやつ私物として持ってんの。これ欲しいな。商品でこれ欲しくない。いつでも休ませられますよっていうのね。あ、そっか。んでこのポケメモン全部やってなかったな。おったライムタイムさん、ライムライトって言いそうになるわ。スナック感すごいな、ライムライト。フルコンさん、あなたも見守ってて。これから例の視線の子を待ち伏せするところなのよ。そうだった、その話やった、忘れてたわ。いつまでも視線だけ感じるのはすっきりしないし。食堂で顔は覚えましたからね。はっ、来た。あなたでしょう、最近私を見ているのは。出てきなさい。タイムさん、どうして分かったんです。褐色の少女よ、元気そうで。でもメガネで。すいません、気づいていらっしゃったんですね。そりゃ四六時中見られたらね、何か私に聞きたいことがあるんじゃないですか。幽霊とかじゃなくてよかったな、ほんまに。墓地が大量に見てるとか。私ジムリーダーの頃からタイムさんの大ファンで、岩技すっごく好きで。岩タイプのジムリーダーやったよね。あら、でも1年半前突然引退しちゃって。どうして辞めちゃったんですか。なんだ、そんなことが聞きたかったの。聞きにくいやんな、確かに。タイムさんの引退理由は公式に発表されてませんし、質問してもはぐらかされたって生徒の間でも噂になってて、タイムさんが言いたくないこと聞くのは失礼かもって。でも周りで視線を送ってつけ回すのも失礼やぞ。だから勇気が出なくて。それでドキドキ熱視線を。ごめんなさいね、ドキドキ熱視線。これミュージシャンゆえかな。え、ドキドキ。うん、やめた理由はね、もっと先生に集中したかったからなの。あ、先生やりながらジムリーダーやってたの。ジムリーダーが嫌で辞めたわけじゃないから。ジムのこと話すと懐かしくて寂しくなっちゃう。だから生徒の質問はぐらかしてってたのよね。そうだったんですか。ジムリーダーに戻ったりは。ええ、戻らない。今妹がジムリーダーをきちんとこなしてくれてます。ライム姉の私は今先生が一番楽しいの。だからタイムさんじゃなくてタイム先生って呼んでくれたら先生とっても嬉しいわ。優しい。はい、残念ですけど納得しました。ありがとうタイム先生。これにて一件落着。おお、見とこうも。ライムの戦いっぷりも見たってくれ、ゴーストポケモンの。ああ緊張した、いっぱいかっこいいこと言っちゃった。ドキドキね、視線に気づいた時はちょっと怖かったけど、あなたがいてくれたからファンでいてくれたあの子とちゃんと向き合えたわ。いつもいいとこに出くわすフルコンさんに感謝感謝。先生からのちょっとしたお礼よ、冒険に役立てて。あざす。おっ、おお、すげえ。あ、これで岩のテラスタルつけられますね。おお、テラピース50個はえぐいな。あ、これはやるべきですね。いやータイム先生出勤なんかいろいろくれる人好き。でもちょっとジムリーダーとの再戦行きたいな。よし戻るか。よっしゃー、じゃあれ、あ、いたいたいた、普通に立ってたわあれ、あんたは滑りに来たの。今日雪の調子良かったか。会いに来た、それだけだ。全く意味が分かんないんだけど。これこれ、こういうことでネモがこんなこと言い出して。なるほどね、あんたがおもだかさんの代わりなのか。そうか、俺おもだかさんの代わりさせられてんねや。すごい大役じゃね。チャンピオンランクになって夢が叶ったみたいでよかったね。可愛いグルーシャ君男の子やっけ。いや悪かった、
どうしても皮肉っぽく聞こえるな。本当にすごいことだと思ってるよ。ただ僕としては複雑でさ。実力を見に来たんだろう。さっさと終わらせよう。やろうじゃないか。表に出ようか。雪が降ってなければいいね。勝てっかな？さあ、どれぐらい強くなってる？ネモぐらい強くなってるんか。ネモを超える力を持ってないと俺には勝てないぞ。さあ、どんなポケモンが飛び出してくるのか。あんたにとっては最悪だ。雪山は僕の味方みたいだ。年に何度かこういう風にリーグの視察がある。ふさわしい実力を発揮できなければジムリーダーから降ろされるテスト。桃高さんは形式的なものって言ってるけど、スノーボーダーの夢を絶たれて残りの才能さえも刈り取られたら僕には何が残る。あ、闇深くんやな、グルーシャ。そのビボも寒さ耐性も何でもあるでしょうに。ちょっと寒いこと言っちゃったけど、話はもう少し簡単だ。あんたを完膚なきまでに凍えさせればいいだけだから。うわ、これはサッカー。なんでちょっと口出した？アピールしたな。ジムリーダーのグルーシャが勝負を仕掛けてきた。その口塗りたくってやるぜ、俺のリップクリームで。あれ、モスノか。ああ、モスノは前もいたよな。コンディションはそこそこ、あんたを任すには十分かな。前のまま、いや、レベルは高くなってる、スリザリンの。じゃあマジカルフレームでとりあえず弱点はついていこう。あ、でも4匹なんやな。あー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 あああ、これはよいしょ。はい、あ、でも5人いるか。あれ、もともとって4匹やったっけ。どうやっけ。確か4匹やった気すんねんけど、1匹増えてるよな。もともとマニューラっていたか。結構ガツガツやられてる。マニューラが新しい子や、多分。マニューラなんていなかったぞ。ねえ。ってことはやっぱりポケモンが一新されている。あ、ツンベアはいた。ほら、解放者じゃ。あはははは。ちゃんと外すな。どう？ぬわっ！まずい。これはまずいな。ちょっとスリザリンは倒れてしまうかもしれないけれども。スリザリンの方が早いとは思うねんな、ツンベア。うっそ、ツンベア早っ！一気に劣勢に立たされた。やべえ、もうかっこいいしかいない。氷やから格闘で粉砕はできるが、あ、コメットパンチの方が命中90になるけど、当たってくれ。いや、一撃では落ちないか。ほんじゃ波動弾でよかったな。ただまあ攻撃力上がるから、これ耐えてくれたら。はい、強い。やばい、いけ、草結び。うん、オッケーオッケー。さて、催眠術入ってほしいな。寝ろ。よし、いいぞ。急所つかんかな。いや、つかんな。落ちてほしかったんやけど。催眠術入るのはでも熱いな。あー、いいね。ここでちょっと指を振るでさ、バフか買ってくれへんかな、何か。どうやろ。はい。あー、まあまあまあいいでしょう。とどめ刺すのはいい。しかもちゃんと格闘技出てるから急所ついてる。弱点ついてるね。うん、チルタレスな。このままいこう。寒い結果にさせない。レードのトリックで翻弄する。この人ブルーロックのちぎりくんっぽいよな。お嬢、チルタリス。あ、そっか、チルタリスってドラゴン飛行で、あ、そうや、テラスタルしてくんだよな。そうやね。だから氷にテラスタルをしてくるから、とりあえず眠らせるでいいかな。雪を結晶よ、僕たちに降り積もって。歌の歌詞みたいな。グレイの人ですか。あ、じゃあラルクやん。グレイではないわ、ラルクのメンバーやわ、この顔は。てかハイデやわ。身長もそんなに高くなさそうやし、多分1ハイドぐらいっしょな、チルタリス。ピエー。さあ、こっちもテラスタル切らせていただきますよ。私これで夢食いの攻撃力が上がるから、催眠術入ってくれたら相当強くなるはず。しっかり催眠術入った時点でもうテラスタル切っといたらよかったな。
それで夢食い2発で春クジラを倒せた。いやー入らんか。もう一回耐えろ。全然耐える。あ、混乱。でも今作の混乱は弱いと聞いている。あまり混乱しないはず。いや、にゃにーよし、先生の爪からの混乱入らない。あ、解ける。ナイス、すげえ。入れ、よし、強い。はい、これは強すぎる。んでタイプ1テラスタルの夢食いで回復しながらチルタリスを落とす。あ、ちょっと大きいの早いって。嘘でしょ、やってくれ。今めっちゃ歯茎出してた。あー、やばい。あー、当たんねえよそんなの。奇跡よ。先生の爪からの、はい、混乱でも指を振って、あっ嘘やろせめて指振ってくれーさら俺も暴風や、いけ。いいね、暴風対決。あ、急所、なんでこっちを外すねん。ちょっ、確率おかしない？向こうの全部当たってるぞ。でもさっきの球種、よしよしよし、そうね、そうじゃないとバランスが保てないですよね。はい、でこれ混乱も入って、いや、こっちの暴風全然効かへんねんけど。あー、混乱ね。さあ、わけも分からず十分攻撃しろチルタリス。いやー、待って、一発耐える。で混乱入るね。はい、いけ、よし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 、ピヨッター。あー、落ちない。よし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 、ひるめ、よしよしよし、熱い。そして最後暴風当たれ。にゃー暴風外せチルタリス。あ、混乱も解けちゃった。なーにー嘘泣き一発いいよ。はい、これで確実に草結びで落ちると思うから、一発耐えてくれたら耐えるね。オッケー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 。そう、飛行技があるけれども、ハルタなら耐えてくれると思った。まあ、草結び2発でもよかったかもしれんけどな。あー、危ねー。正直マジカルフレームとかで無双するかなって思ってたけど、そうでもないですね。ジムリーダーグルーシャとの勝負に勝ったぜ。あにゃー、あんたの熱さ嫌いじゃないよ一番熱いポケモン最初に落ちたけどね。おもだかさんも人が悪い、絶対勝てない相手をよこすなんてギリギリしたよだけど後悔はしてない、実力は出し切ったつもりだ。本気であんたにぶつかって負けて悔しいって思えた。もう少し本気でジムリーダーやってみようって思った。僕の冷め切った情熱に再び火を灯してくれてありがとう、ウルコ。ああ、ちょっとやる気なくしてたんか、グルーシャ。次やるときは負けないよ。風邪ひかないように気をつけて雪山下って。まあ、空を飛ぶタクシーで帰りますけどね。あったかーい。この雪山温泉とかないんかな。雪山の人とか行きたいわ。グルーシャ可愛かったなぁ。いや、ほんま今作いい子すぎて推しが決めきれん。まあ、チリちゃんなんすけど、俺はね。じゃあグルーシャからのタイマニン一番人気ネキ行くか。このナンジャモのインナー発表されて話題騒然でしたね。何者なんじゃ、ナンジャモです。おはこまハロちゃんをって、おもだかしいじゃないじゃん。トップの代わりでございます。え、フルコン氏が新チャンピオンでトップの代わり、情報入ってへんのかい大騒ぎやったぞ。ちょっと前ジムテストしてたのに実力しびるのんのぼりだね、すごっ。ってことは今フルコン氏とコラボすれば僕の人気ももっとウハウハに。はい、わかった。オーケーオーケー、なるへそ物語。トップの代わりに視察に来た君になんじゃもの本気見せたろやないかい。んじゃあもう早速本気バトルやっちまいます。やりましょう。
おし、それじゃバトリバへ赴くぞよ。っていうか、今まで手加減してたんやな。それでええんですか、 YouTuber。 数字に貪欲な YouTuber の本気見してもらおう。参考にさしてもろて。さあ、今後もずっとコラボしてくれますか。どうも。めっちゃ横におるこんな距離感近くて大丈夫か。ファンには受け入れられているのか。よう、かわいいな。どんなもんじゃ TV をご覧のみんなのもの、おはこんハロチャオなんじゃもです。今日のゲストは成り立てほやほや新チャンピオンのフルコン氏。フルコン氏ってばジムリ界隈でも激バズな話題の中心なんてお前知らなかったやないかいちゃんと流行追ってくれ。思えば君のジムテストっぷり超ビリビリっと来てたんだよね。どんだけバズる動画になるか、今から数字が楽しみすぎる。いやもう動画の引きはこれぐらいにしといて。この顔クソかわいい。みんなのものもお待ちかね、そろそろバトルに行ってみようか。この歩き方風格あるよな。ジムリーダーなんじゃもがめったに見れない本気出してみた。歯すげえギザギザよなすぐ折れそう。サメ肌なんじゃも、サメ肌じゃないな、サメ歯なんじゃも。おい大回転なんかおったっけ。カイデンの進化先か。カイデンがいたんかな前回、ちょっと覚えてないな。本気なんじゃもはプレミアゾン、目をコイルにして視聴せよ。コイルって三白眼のイメージあんねよな目を点にして視聴せよ、まあ、とりあえずシャドーボール打つか。特防下がるかもしれんし。ほら大回転どや。特に考えずスリザリンから来てしまったが、さあまずは力でねじ伏せる。その大回転踊ってる場合か。目をコイルにして視聴しているか。こいつ降りそうでおらんかった気すんねんな。足元に電気が駆け巡る。レントラーおったよな。じゃあルクしようか。シャドウダイブいいね。しゃ、シャドウダイブいいね。地面技出ろ。あ、まあ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 いいんじゃないですか。よし、攻撃ガクッと下がって、その間に、あー痛い。んでも次で地面技出ろ。妖怪液か毒かこれ。なんかこんな色なん妖怪液って。あれもっと紫色の毒々しい色じゃなかったっけ。ファンタオレンジみたいでうまかったよ、うまかったよなまるで飲んだかのような。うわー、まあでもサナから出る妖怪液やから、毒ポケモンから出る妖怪液とは違ったんかもしれん。サナで先手取れてなかったから無理か。でも攻撃めっちゃ下がってるから、いくら弱点疲れるとはいえ一発耐えれるんじゃないか。からのアクアテール、頑張れ。うお、耐えたよっしゃ強しの出所はこれぐらいしかないやろ。さあカチカチ山兄さんで、あー流星群落とすか。いて、うん、いいね、いいね。5つ目ダメージ&流星群で、あー素晴らしい。まあそうなるけど大丈夫、カチカチ山下げるから。レントラーってさ体重重そうじゃない、なんかライオンっぽいしさ、百獣の王冠あるじゃん。あー攻撃下げてくるな。まあでも特殊攻撃ですからこちらは。嘘泣き入れてからの草結びで、はいめちゃくちゃ嘘泣きに見えるけどな、ただただ無表情で涙が出てるだけっていう感じやった。氷の牙持ってんねんな。でもタイプ一致技じゃないからそんなに食らってない。で、おお、めっちゃダメージ入るじゃん、いいね。よしよし、いけ強し、うん。さあムーマージン、おりゃ色違いの方が強いに決まってるっしょ。フルコンさあ、もうちょっと僕を立ててもいいんじゃない、わざと負けろってかそんなもんで視聴率が取れると思っているんですか。なんじゃもさん、さあテラスタル、シャドーボール、あそうかテラスタルや。イデオひらめき豆電球、勝利の発明、キュピピピーン。それちょっと痛いかもしれんな。これさ、ムーマージさんが雷テラスタルすることによりかわいいメロメロ光線を目から打たれたけれども、このテラスタルは普通に有効やわ。お姉さんさすが人気配信者だけある。
そう、これでさ、こっちのシャドーボールは弱点つけなくなるからあんま効かないのよな。それでもスピードは勝ってるから、あー2発でも倒れないんじゃないかこれ。耐えろ。で、向こうは弱点つけんのよ。ん、耐えた。耐えて、まあ、もう一発シャドーボールかなこれ。痛み分けしたって意味ないもんね、シャドーボールや。だけどさ、これで落ちひんかな。急所ついてくれたら熱いけどね。ダメ？ダメだっていやー負けたね。いやー特防一発目で下がってほしかったな。であればそれで落ちたんやが、しゃあない。スリザリン、他のメンバーが敵取ってくれるかな。ムーマージタイムで負けたん悔しいね。おお、いろいろ覚えてんな。ちゃんとフェアリー技も覚えてんねんな。ほら潰したね、そのでっかい電球や。割れたっしょ。おい、買い替えの時期ですね。ヨドバシカメラまで行ってらっしゃい。ジムリーダー、なんじゃ元の勝負に勝った。よっしゃー、かわいいヌメルゴン新チャンピオンってすごすぎー。なんじゃもの方がまだ楽に勝てたな。いやいや、負けて悔しい気持ちもあるけどさ。今回のどんなもんじゃ TV 視聴者数爆上がり。あーん、幸せ天に召され。やっぱ話題の人物は集客力が違うわ。また定期的にコラボしてね。あと他の配信者の動画には出ないでね。したたかやな。それじゃもうトップによろしく。いい感じに報告しといて。みんなの目玉をエレキネット。何者なんじゃ、なんじゃもでした。やれやれ顔なってる俺も。完全に囲い込まれたな。でも俺も個人で YouTube 始めますけどね。動画投稿させていただきます。そういやね、ジャッジ機能が使えるようになって自分たちのポケモン見たんですけれども、まずね、ハルさんが素早さ最高個体でしたね。うん、1V っていうんかな、これでな。素早さが最高やから、うん、ハルさんやたら先手取れるなって思ってたけど、もともとめちゃくちゃ足速いのに、なんか素早さの部分最高やから、うん、そりゃ先手取れるよなって感じ。で、この子がね、3箇所最高あんねよな。特攻攻撃素早さ、これは猫娘やっぱ強かったやなっていうのを感じるパラメーターですよね。各ジムリーダー5匹のポケモンで来るっぽいから、俺も1人減らして5匹で戦いに来たぜ。コールさ、アバンギャルド、貴様フルコン、いやーアーティストフルコンギャルドフルコンです、どうもそんなことどうでもいい、お前が言うたん。貴様との芸術的な戦いを思い返しては、今一度相まみえたいと願っていたのだ。来てくれて嬉しいぞ、母なる自然に感謝だ。この後トップチャンピオンと会う予定だったがキャンセルだ。私と芸術について語らないか。分かった、やろうじゃないか。ガンギマリの顔してるけどなんだ、トップチャンピオン代理としたのか、来たのか。まあいい、貴様と再び合作ができるならどういう理由でも構わん。それではフルコン、芸術の扉を開く準備はできているな、行こう笑みが悪役なんよな、アバンギャルド。それではアトリエに向かうぞ。この子あれやね、ウソッキーやんな。で、あとミニーブとかおったから、その進化後来るんじゃないの。見てみろフルコン、ボールの風車を、このパルデアを流れる風を受け、ゆっくりと力強く回っている。あそこからジム挑戦者の眼前に私が飛び降り登場することで、あ、そういや登場、そういう登場やったな。今回はせえへんの。戦いにより深みが増すのだ。そうっすか、さすがフルコン、分かってくれるか。今回は私が足を痛めずとも最高傑作が生まれるので割愛するらな。うわ、妥協すんのそこいやいや、私たちは互いに表現した、これ以上言葉はいらん。さあ準備はいいな、合作の開始だ。あはーん、ジムリーダーのコルサが勝負を仕掛けてきた。ああそうね、ドレディアが、そっかそっか、確かにチュリネいた気がするな。フルコン、どんな作品を想像しようか。あと何おったかな。そうやね、5匹やんね、プレゼントは。さーてと、初手にウルトラマンを出したのはね、まずは今日の運試しから行こうかなと思ってるんですよね。さあ特殊に強くなった、指を振れ。どや、あ、暴風出ちゃった、すいませんねこれは痛いでしょ。あ、でも混乱はしない。ほう、
さあ次氷技出ちゃうんじゃない？破壊光線なんか打ってくんの？でも一旦動けなくならへんそれね。はい、指を振る。あーウェーブタックルか。水は効かんな、残念。よし当たる。で夢食いで回復しよう。で次のターンにつなぐ。でここでもう一回指を振るチャレンジで氷技。あープレゼントって何や。あー当たらんかった。何プレゼントって技何やったっけ。あいった耐えたか。これ催眠術するしかないよな。はい、うわー外れ、くそ。いやじゃれつく外せよ。 90% 攻撃力一回下がっちゃったから、まあ噛みつくで倒して一回下げましょう。ああ倒れない、マジ。あナイスひるみ、よしとどめ、オッケー。まあ噛みつく60やもんな攻撃力。燃えろ。いやいいね。まあ草タイプは結構弱点つけるからな、倒せるね。よしよし。まあ草タイプはねそんなに敵じゃないっすよ、キノガスタ君よ。痛い普通に倒れたな。これで草の攻撃力が上がってるのもあるんやろ。なんかオリーバって波動弾効くんやけど何があるんや。格闘効くってことは、あでもノーマルかな見た目的には。なんか鋼とかありそうな雰囲気じゃないもんねオリーバって。コンセプトは植物の根強さ、茨の棘はたやすく抜けんぞ。さあ来た。でもねウソッキーってもともと岩やから岩技を使ってくるはずなよな。で飛行の強しにそれは効くから、テラスタルでノーマルテラスタルになることで、で暴風を打っときます。はい、これで相手からの岩攻撃の弱点ついてくるのを防げるはず。おっしゃ、いけい。期待に応えよう。嘘から出たまことパート2、どのような作風に変わっているのか。パート2、読者は期待している。ああ新しいウソッキはどんな姿を見せてくれるのか。全く一緒、前作と変わっている部分が全くない。中身のレベルが上がっていようと、それは表現者としてどうなんですかコルサさん。さあ当たれ、当たんねえくそ私の思うがままに臭い生えろ笑えって言ってますコルサさんあれ草攻撃してくんの。うん、いけ。まあ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 、これで岩攻撃もあるはずやからこの人ね。暴風いくぞ、もう一回当たれ。にゃマジかよ。お、なんか大した攻撃なさそうやなウソッキー。いいぞ、全然それじゃダメージ受けへんぞ。いやーでもこれで先行取られそうやな、うん、いけ暴風。うわマジで当たる、何これ。でもまだこっちの方が早い。草分けでどんどんスピード上がってるまだ耐えるでも。いやーでもこれでまずい、これ先手取られて草分けで倒される。あでもナイス、いいぞ、フィールドのおかげで回復してる。耐えるかな一発、毛布一発ぐらい当たってくれ。なんでそこで岩技、よしいいぞシンプルに攻撃力高いからなストーンエッジは。よし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 、こんなさで、ここね噛みつくやと落ちない気がすんねんな。110の60のこれ3分4分の1ぐらいやもんな。暴風もう一回当たれ。あくそあれできたね。普通に攻撃力70の威力はあるんやんね。ね、そやね、技の威力が2倍になるやもんな。だから別にただただ70の攻撃力では殴ってくれるから、これで自滅せよ。あくそ残念、まだ素早さ上げる。ていうかさ向こう素早さもうこれ3段階上がるよね。さあハルさんは
これでも勝てるのか素早さ。はいや。春はいや。向こう3段階上がってんねんで。いやーこれが素早さ個体値最高の春さんだ。しかもレベル81やからな。一人だけちょっとレベルも突出してるし、まあそりゃ勝てんよ。それにしても早かったな。あっバンギャルド勝負の背中、流れるように色彩を変える独創的なグラディエーション。荒々しくそれでいて優しい、絵も言われぬコントラストに脱毛だ。貴様との戦いはいい。芸術を始めた頃の初めての気持ちを思い出させてくれる。そういえばトップチャンピオンの視察を兼ねているのだったな。まあそちらは適当に報告してくれ。じゃあ弱かったって言いますね。ああ、インスピレーションが止まらん。止まらんぞ。新作の制作に取り掛かるゆえこれにて失礼する。さらばだ。これ視察隊の俺が急に鬼教官になってさ。あのジムリーダーはクズばかりだ。澤高さん、全員入れ替える必要があります。急に言い出したらビビるかな。そういう展開結構アニメであるけどな。新しいジムリーダーがめちゃめちゃ厳しかったっていう。さてこのお姉さん虫でしょ、いけるでしょ。どうもパティスリーマクロジ店長のカエルです。あらあら、もしかして噂の新チャンピオンってあなたかしら。チャンピオンです。カエデさんもいいよな。やったー大正解。フルコンさん強かったもの。私のケーキとっても美味しそうに食べてくれたし。そういう子は伸びしろがあるんです。あら、トップチャンピオンのお使いできたんですね。そうなんですよ。どこかしら澤高さんの面影がありませんか。僕トップの視察があることすっかり忘れてました。スタッフにケーキ配りに来てたおかげですっぽかさずに済みました。めっちゃいい人じゃん。楓さん俺にもくれよ。俺の分は。それでは新チャンピオンの力味見させていただこうかしら。その前に私もケーキを味見させていただこうかしら。ダメ、場所を移しましょうか。ダメみたい。あ、でも新ポケモンのエクスレックはおるよな。思い出すわ、フルコンさんのオリーブ転がしっぷり。今もオリーブ転がしてきたぜ。オリーバーをな。まるで格闘タイプにテラスタルしたような勢いだったもの。フルコンさんにとってはうちは何回目のジムだったんでしょう。1回目だったよ。セルクルジムは学校から近いので最初にジムに選んでくれるトレーナーさんが多いんですよ。私もそうだったよ。だからお菓子のように甘く戦うよトップから言われておりまして。でも虫ちゃんたち負けてばかりだとかわいそう。こういった機会だと本気出せるから高まっちゃうわ。完膚なきまでにひねって差し上げますね。裏に隠してたんやな、進化後のポケモンを。絶対エクスレック来るわ。あとあれだ、タマンチュラの進化系来るぞ。ほらエクスレック来た。タマンチュラ何になるんやったっけ。今日はビターに行きますよ。負けても泣かないでくださいね。ビターなエクスレック、確かにビターな色をしている。ムーンフォースで普通に倒そうかな。指を振ってもいいんやけど。ナイス先生の爪。そうや、ワナイダーや。ほら悪があるもんねエクスレックは。残念ながらフェアリーで一掃よ。急所つけるんであれば倒しちゃう。さあワナイダー来るか。フォトレス、ほう、そんな子おったっけな。ちょっと指を振るで見ていこう。はい、おー、いいね。強い。おー、こらえたんか。なるほどね、一撃やったんや。ほんじゃたまたま出た技で。いやー回復したけど、とりあえずムーンフォース当てるか。うん、めっちゃ、あー先生の爪発動していく。もともと先行取ってたっぽいけどね。いけ。さあ次やな。催眠術夢食いで回復を図るか、ヘラクロス。おお、なるほどね。この子は特に進化前がないんかな。まあちょっと、あ、そうやんな、催眠術で、あー先行取れないか。よし、避けていきの、よし当たる。でこれで弱点夢食いでだいぶ回復するんじゃないか。夢食い、あー一撃では落ちないが、はい回復。いいよいいよ。めっちゃ強いよウルトラマン。んでここは夢食いで確実に落として、はい、あやべ、もう目覚ましちゃった。あ強い。誰にも絶対に先手を取らせない。はい、まあ落ちるよな。よし、あとはマジカルフレームで一掃よ。
はい、よいよ。耐えろ。いや、いいね。で、マジカルフレイムで倒しちゃってから、あの次のポケモンで痛み分けして回復する。痛み分け好きやわ。くまちゃん、あなたの浮かした姿を見せて。おお、これでリングマクサテラスタルが見れるわけやな。おお、かわいい。虫。さあ、でも飛行でついて、はい、ピオル。うん、さあ終わりや。まあさすがに最初のジムの人やからな。てか虫タイプはやっぱりちょっと弱点が多すぎるわなあ。楓さん、伸びてる伸びてる。おお、ご立派に浮かされたんですね。惚れ上がった顔になってるよ。トップに引けも取らぬ結構なお手前でした。あー、本気で勝負して負けるって気持ちいい。甘く戦いすぎるのは相手にも自分にも良くないのかも。料理のお師匠ハイダイさんにももっと楓らしくと言われてたし、これからもうちょっと自分らしくやってみます。ジム難しなったって言われたらビター味になったって言い訳しちゃお。それではまたお会いしましょう。待ってくれ楓さん、ビター味になったん俺のせいって噂されちゃうやんけ。待ってくれ楓さん、またお会いしましょう。さーて、次はフリッチジムに向かうんですが、ちょっとここでね、ハイダイさんに本当に申し訳ないことをしてしまった。こちらカナフシティの方でハイダイさんと今戦ってきたんですけれどもね、録画ができてなくてですね、ハイダイさんの勇姿を収めることができなかったんですよ。しかも最後に写真だけでも撮ろうと思ってカナフシティを探してみたんですけれども、ハイダイさんがそもそもいなくて、なんでね、ハイダイさんの勇姿をちょっと画面に収めることができなかったので、ちょっとデカめのハイダイさんこの辺ちょっと浮かべとくんでね、それで許してくれハイダイ。さあ行こうライム、久しぶりだねあんた。確かフルコンだっけか。そうやね。今日はどうしたんだい、ラップバトルやりに来たのかい。ラップバトルをやりに来たぜ。はっはっは、あんたジョークもチャンピオンラッカイ。あんたがおもだかの代わりね。大体話は分かったけど、ルーキーチャンピオンをよこすなんてあたいも舐められたもんだ。悪いね。あんたにイラついてるわけじゃないさ。ま、フルコンには会いたかったし、来ちまったもんはしょうがないか。せっかくだ、あんたの実力見せてもらうとするかね。しゃあないな。やってやろうじゃないの。よし来た、決まりだ、ついてきな。不定期ステージ始まりだ、インフンでる。普段の喋りことからやっぱラッパーの人らってインフムンかな。俺は飯食う、お前は割り食う、イッツストロングスタイルみたいな。あんたがジムテスト来たのほんのちょっと前だったのに、今じゃチャンピオンでトップの代わりと来たもんだ。は、本当この年になると時間があっという間に過ぎてくよ。なんてセンチュな感じはノーマッチ、ナイスのライムがエンドハウス、マジキのバトルでチョケラーソウ、若葉なパワーがタワマンに売れりゃ、あたいの魂シェイクしな。なんかネモみたいなこと言うな、みんななんか売れるとかさ、実るとかさ、俺のこと植物やと思ってる人多いよね。ライムさん、いや、なんかタイムさんと2人でやってくれへんかな。ここってさ、そう、ダブルバトルの場所やろ。タイムさんとの2人のダブルバトルとかしてくれへんかな。ストーリー進んだらそういうことなったりせえへんねえ。新生ルーキーとってもキューティー、あたいに身震いちょうだいよ。普通にやられた。ウルトラマン普通にやられた。ウルトラマン。ね、で強しの方は噛みつくを確実に当ててくか。ジュペッタの方にね。うん、どうや。あー、落ちないか。竜の前積んだけどね、もう一回積まんと落ちないか。うん、オッケー、コメントパンチは強い。まあ、確実に竜の波動でジュペッタを落としつつ、噛みつくでハカドックを落とす。うん、そうか、フェアリーに対して効いてんねんな、メタルは。鋼はね。
球の波動、いいね。かっこいいな、ミカルゲ出してくんの。ミカルゲ出してくると白な感が出るよな。白なのか、君の祖先は。祖先なんかいないか。よし、コメットパンチで、あー、ミカルゲ、うん、で、噛みつくで、まあ落とそう、赤ドックは。うん、竜の前で積んだギャラドスが本当に強いな。あー、呪いかー。誰にかけた、強しか。で、ちょっとずつ食らうやつやんだこれ。おお、倒れた。呪いが最後までかかるまでに倒しきってしまう。はいはい。何回で死ぬんやったっけな、呪われると。首皮一枚ワンインチ、あんたにお供え大ピンチ。いや、これは勝てそうやな。でもあと一人やんな。ゴーストタイプストリーナーよね。ローナ姿やねんな。光があれば影もある、とっとと化けな裏メシンや。普通に歌の歌詞みたいになったね。この人のテラスタルボールの投げ方、おわすげえ。白目向いてる。そんなに気合い入れて投げなあかんやつや。人によってはさらって投げるからね。投げ方にはいろいろタイプがある。主人公はめちゃめちゃかっこよく投げようとするし、ね、噛みつけ。で、これで竜の波動でさよならなんじゃないの。あ、耐えるね。にゃー、でもおっとちゃんと強い。さすがやな。しかし再起光線で、うちの再起光線は一級品よ。ストリンダー倒れた。バハン。全ての勢力を失った顔で倒れていったな。いい顔してるわ。ローな姿やからやったかな。ハイな姿やったらもっとハイな死に方してた。クールなユースにソウルがムーブ。急に横文字出してくる。どうした、帰国主張出ちゃったね。カタカナやったよね今までね。あ、なんてこった、あんたのパンチ最高だね。あたいの魂震えすぎてスムージーになっちまったよ。その表現ちょっとピンとけえへんな。震えるとスムージーになる。かき回すんじゃねえの。さっきはルーキーなんて言って悪かったね。おもだかにゴーストの力を認めさせたくて焦っちまったってなるさ。ゴーストタイプってさ、でも歴代でもすげえ強いイメージあるけどね。あんたのバイブさん本物だ。あたいが保証する。これからこのライムがあんたのバッグについてるから、ムカつくトレーナーや霊がいたらすぐに呼びな。あたいが力になるよ。グッドな現世を謳歌しな。バイバイベイベイ。まるで現世にいない人ポジのコメントじゃん。お行きなさいか。さあ来たぞ。あら、フルコンちゃん、おひさ。相変わらず。この前会った時よりさらに美しさに磨きがかかっている。何もしてへんけどね。リップさんも。お世辞がお上手で。どこでそんなおべっか覚えたの。大人の階段登っちゃった。セリフがセクシー。ええ、フルコンちゃん、おもだかちゃんの代理なんだ。正直あの人ちょっと苦手なの。あでやかオーラでキャラかぶるし。だから代理の方がかえってよかったかも。かぶってない、かぶってない、全然かぶってない。自分だけやでそれ思ってるの。フルコンちゃんならリップ伸び伸びと実力出せちゃう。じゃあ早速リップと究極伸び追求しちゃう。お願いします。決まりね。バトルコートにインしましょう。背高いな、リップさん。だからやっぱなんじゃもとかって背低かったんやな。だからグルーシャも結構背低かったよね、やっぱり。やっぱ1ハイドぐらいっていう想定は合ってるんかもしれん。本番前の胸の高鳴り、体中の細胞が浮き足立ってる。リップ見て思うけど、やっぱ常に動いてるアクセサリーって気が散るな。相手がフルコンちゃんみたいなごいすうな人ならなおさらね。リップね、嬉しいの。自分が関わった才能が目覚めてくれて、羽ばたいてくれて、他の人が頑張ってるの見たら自分も泣かないで頑張れる。リップの辞書に悲しみはない。あっていいのは驚きの美しさだけ。本当の喜怒狂楽エクササイズ、フルコンちゃんに教えてあげる。まあ、泣いたらメイク取れちゃうもんな。リップは確かに泣けないわ。さあ来い、リップ。あー、リキキリン出して。あー、これリップのポケモン全然覚えてないな。リップの美の秘訣、ハードコースで体験入学ね。じゃあまずは催眠術。でもあんま寝なさそうやよね、エスパー系って。寝るわ全然。ただ夢食いがあんまり効かないのよ。なので眠ってるところに普通に指をふるぶつけていこう。なんかええの来てくれ。エスパーに強い技なんか来てくれ。トリプルアクセル、どんな技ですかそれ。
外れるんですけど。うん、トリプルアクセル今調べたら威力20でしたね。それを3回一発で外した。しっかりと。さあ、悪技とか来い。あー、ノーマル技か。まあサナにのしかかられたら嬉しいっしょ。ポケモン界のクレオパトラやしな。あ、それはクエスパトラか。さらば、どうする？エスパータイプっしょ。もう強しの噛みつくで無双できんそうじゃない。攻撃力低めではあるけどね。強しの強いとこ見るの回にしよう今回。竜の舞、強し攻撃力アップ。はい、ガブリアス噛みつく。ガブリアス切るんで、あー、いいですねそれを待ってた。あいつ、いい。そうか、この子、あー、エスパーフェアリーやからか。噛みつくがしっかり効かない。しかし、あー、しゃしゃしゃヤキヤキ強すぎね。しかもひるむ。え、これそんなひるむ、ひるませることがあると程度やな。ちょっと確率調べてみるか。噛みつくのひるみ確率は、あー、暴風の方が効く。オッケー。噛みつくのひるみ確率はね 30% だし、なんで相当運いいですね今回。アクアテールで確実に当てて落とせるよね。はい、強いこの展開。クリビツね、明日のお肌に影響あるわ。ちゃんと乳液まで塗っといてや。ギャラドスから出る水は肌を乾燥させると有名ですからね。噛みつくでいいよな。これエスパーに照らしたらしてくんだよね。そう、ターンオーバーでフラージェスちゃんは新しいあなたに生まれ変わるのよ。テラスボールみたいなやつ。あ、えらい、あ、優雅に投げる。ビューティフルですわ、リップ様。ライムやっぱあんなに激しいしながら投げてたやろな気合が大事。OK。 さあ落とされるか。ムーフ、あー、それは、おお、耐えた。マジか、強いな強し。あはあかん。ああ、強しの強さがちょっと、いや、強し覚醒会でしたね今回は。覚醒、威覚醒。攻撃力下がったぞリップ自身の。驚きのビフォーアフターね。そんなに成長してましたか私ってこと。さすがね、美しさも強さも十分完パケしてる。リップの業界はね、半端な才能の持ち主は大体すぐに消えてっちゃう。壁にぶち当たって挫折してやけになって堕落して、普通の人よりも不幸になっちゃうの。はあ、それなら最初から才能なんてちょっともなければよかったのにね。ウルコンちゃんは消えないで、自分の才能を究極まで突き詰めて、リップとの約束頑張って守ってね。おい、そんなこと。それじゃあお疲れ様です。そうか、たくさんの美の魔人たちを蹴落としてリッパー頂点に立ったんやろうかな。その頃思い出してちょっと物おげになってたんかな。泣くなよ、化粧が落ちるぞ。じゃあチームリーダー誰だっけ辛辣すぎる。他のジムはこんなこと言われてないぞ青木さん、一番登場回数多いはずの青木さん、俺は悲しいよ。あなたがこんなこと言われてて。ノーマルタイプは格闘技に弱い。前で喋るな、そのことを。よ、久しぶり。トップとの待ち合わせ時刻。アポなしの珍客。あの人のやりそうなことです。すべてを察しました。ありがとうございます。どうもご丁寧に。トップは自分の上司なんですが、まさか学生までこき使うとは。私が自分から申し出たんです。そんなこと言わないでください。桃中さんはいい人です。なるほど、学校の大会にトップを呼ぶためにお手伝いを。好きでやってるならいいんです、自分は願い下げなんで。なんかあんまやる気なさそうね。それではとっととタスク完了といきましょう。いきましょう。そうか、では食堂に。今回はノーマルタイプで来るんかな青木さん。どっちで来るんやろ。チャンピオンとしての青木さんじゃないよね今回はね。ジムリーダーとしての今日青木さんで来るんや。自分とは四天王戦、実技テストで戦っているので、これといって何の考えもない。そんなこと言うな、ネガティブやな。よろしくお願いします。俺は一番感慨深いからお前を最後に残したやんぞ。この度はジムリーダーとしてなので、いつものポケモンを使わせてもらいます。ノーマルタイプ。
普通、波、平凡、ありきたり、個性のない自分に似つかわしく愛着が持てます。人間もポケモンももっと分かりやすくでいいんです。やれ、突飛さだ奇抜さだケレン味が評価される世の中ですが、ケレン味ってなんすか。楽しい旅行先よりも帰ってきた我が家が一番安らぐでしょう。まあそれはわかるけどさ、あんた、そう、シンプルなのが一番強いんですよ。あんた全然普通じゃないぞ個性ありすぎやって。青木さん、普通なめんなよ。青木さん、俺が本物の普通ってもう見せてやるわ。平凡社会人フルコン行きます。あなたも大変ですね、トッパー個性的な人ですから。どうしようかな。ここね、まあ指を振るやな、まずはな。よし、行け。あこれって防御力アップやんね。そうやんね、はい、うん、いやいいね、効果抜群。でもこんだけしか効かない、さすがカラコモ。もう一回行け。アイススピナーいいね。で、はい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 、まあまあだよな。でもう一発耐えそう。うん、でどうしようかな。指を振るにかけるわ。でもウルトラマンはまずは、いけ。あー、格闘技やでも一応。あ、結構効くね。ただそもそもの攻撃力があんまり高くないよね、ローキックやったら。しゃ、おー、耐えてくれた。マジか。これワンチャン波動弾とか出ませんか、指を振るで。もう一回格闘技、あー、超うまい積んでもしゃあないのよウルトラマン避けろ避けろ、避けないねここで積むか。ここちょっと一旦スリザリンに入れてもらおうかな。かっこいいわさ、最後の手段やから。あの子が倒れたら終わりやからな。ここはちょっとマジカルフレイム、これで普通に、あ、思ったより効かないね。よし、とりあえず、うん、にゃ、ちょっとここでかっこいい出すか。いけ、かっこいい波動弾だ。ドン、あーよかった飛行ノーマルやっけゴーグルは。そういうことか。2倍、あっ、重い、うわった、耐えたねー。まあ普通に竜の波動を打つしかないかな、うん、落とされるよね。とりあえず一旦から元気でウォーグルには落ちてもろて。次誰だ、青木さんのノーマル、あ、ノココッチ、あ、おお、ネモの手持ちポケモンでもあるノココッチくん、できてる？ネモと北はねのココッチだけど、三つ節ではないんやな。なんかね、ネモのノココッチは三つ節らしいんですよね。体の丸い部分が3つあるんかな、ノコココッチやん、つまり。さあ竜の前で研鑽を積んでいき、これでなんとかする。ストーンエッジはしっかり当たるね。命中70やっけ、80やっけ。じゃあこっちも命中70の暴風を当たらないんだな、ここでな。そっちのは当たるんかよこれがポケモン。やっときた。これね、アイテム使わざるを得ない。強しで頑張るしかないね。残りは混乱してて、もう一回、あー外れるね、いいねよね。でもう一回竜の前積むか。で最強状態の強しにして物理で殴る。最後アクアテールかな、ちょっと確実に当てていきたい。どう、あーいいね、いきます。普通にお強いですね、粘らせてもらいます。さあでもムックホーク、これ空飛んでない状態になるんやね。ここでね、鳥ポケモンたくさん出してくるあたり、やっぱあの四天王としての匂わせをしてたわけやんな。自分をさらけ出しましょう。いつも通り頼みますよ。さあ青木さんのボールの投げ方は、ネクタイを締め直してボールをしっかりと見て、お、アンダー、下から血を這うような投球術。
かっこいいじゃないですか。いや全然普通じゃない。あんたの普通っていうアイデンティティ奪ってやるわ。さあアクアテール、いいよ。でブレイブバードで落ちるかな。あ落ちるね、落ちるけど、よしよし、さあユーマイを積んだ。あ反動ダメージもある。あこれは勝ったな。で春はどう考えてもこっちの方が早いので、はい、さあ草結びいけ。いやーよかった。うん、勝った。危なかった。なんやかんやでギリギリやったな。おかわり3杯目です。平凡な自分にとってあなたは刺激が強すぎる。でも少しだけ分かりました。四天王の時は飛行タイプを使えと言われた意味。平らな道を歩くだけでは気づけない景色がある。たまにはあなたのような空を行く才能を見上げるのも必要だ。あくまで業務ならやるだけです。好き好んではやりませんよ。本日ノーザン行デーなのでこれにてさようなら。相変わらず渋いな。あんたのような社会人になりたいとは思ってないやろな、さすがのこのフルコンも。さあこれで全員かな。のとろとろとろ、終わったよ。もしもし、チャンピオンフルコンですか。私おもだかです。ジムの視察はいかがでしょう。ちょうどいいところに。どうして番号。私はトップですので、チャンピオンランクの方全員の住所連絡先は把握しております。先ほどジムリーダー全員からあなたがいらした報告を受けました。チャンピオンフルコンにお願いして正解でした。あなたと勝負できたこと皆喜んでおいででしたよ。ほんまに。青木さんちょっとへこんでたけど、なんかね、そうなの、リップもちょっとへこんでた感じしたからさ、直接お聞かせ願いたい。アカデミーエントランスにてこの後落ち合いましょうか。それではお待ちしております。いやーとうとうやな。でこれ桃高さんと戦うもあるかな。ごきげんよチャンピオンフルコン。そういえば本に囲まれたこちらのエントランス、あなたはどう思われますか。めちゃくちゃかっこいいです。ここ一番好き、学校の中でめちゃくちゃ好き。それは良かったです。数年前私がリノベーションのデザインをさせていただきましたので、早速ジムリーダーたちのご報告をお願いいたします。こちらでは人の目も耳も多い、どこか秘密のお話ができる静かな場所、ご存知ないでしょうか。俺の部屋しかなくない。でもさす、いやこれチャンピオンって、うわ俺のやつ連れてった、自然に男の子の部屋ですよ。桃高さん、いいんですか。ここがチャンピオンフルコンが生活している寮のお部屋。女性を連れ込んだのは初めてですよな。チャンピオンとしての素質はこちらで培われたのでしょうか。いや自宅やね。うん、いえそういえば寮には最近入られたのでしたね。そうなんや。近々ご実家にもお邪魔させていただくよ。もうそんなオタク訪問聖地訪問みたいなやめてくれ。そんなに入れ込まれてたんか俺。さて本題に入りましょう。ジムリーダーたちを視察したそのご報告をお願いいたします。チャンピオンフルコンから見て一番戦いやすかったジムリーダーね。まあちょっとそれに関してはリップさんかな。強しさんで無双しちゃったからな。リップさん納得いかれてる。かわいそう。一番印象に残ってるジムリーダーはね、青木さんですね。なんだかんだで一番苦戦した気がする。青木ですか。一番苦戦したジムリーダー、あそういうこと？苦戦と印象はまた違うんや。まあ苦戦も青木じゃないね。それでは最後に一番大事な質問です。あなたが一番好きなジムリーダーはどの方ですか。青木、いやライムさんも悩むけど、グルーシャも悩むな。あとここハイダイさん、ハイダイさん、ハイダイさんって言うべき。いやでも俺嘘つけねえ、青木さんや。青木ですか。以上で質問はおしまいです。ありがとうございました。チャンピオンフルコンの視点大変興味深かったです。運営の参考にさせていただきますね。私の感謝を受け取りください。ちょっと一番大好きな視点のはって聞いてねえ。チリです。王者の印、ほう、何それ。あなたのおかげで私のスケジュールにとても余裕が感じられてきましたので、校長室でお話しした大会はぜひとも参加させていただきます。チャンピオンネモもきっと喜んでくれますね。それではお邪魔しました。お疲れでしょうから本日はゆっくりとお休みください。さようなら。
ネモの働きやポケモンリーグの早くね、ポケモン勝負の大会が開催される日になった。いやマジで行動早いな。こういうのってさ、催し物大体2ヶ月ぐらいは猶予見るよね。よく働いたね、ネモ。ギリギリなんとか学校最強大会の開催の準備が整ったよ。あ、大会の名前ね、学校最強大会に、あ、そっか、ここで聞かされんねんな。もう学校最強大会っていう単語自体はさ、事前にいろんなところからツイッターなりなんなりからね、聞かされてたから知ってたけど、当然のように言ってたけど、そっかそっか。ペパーがバトルスクールウォーズがいいって言うんだ。それでもよくない？クラベル先生が気に入っちゃった時はさすがに困っちゃった。フルコン、心の準備バッチリ？うん、俺スクールウォーズの方がいいと思うけどお腹の底からいい返事、チャンピオン実力見せてほしいな。フルコンのおかげでトップもゲスト参加してくれるし最高。残念ながら私は運営で裏方に回るから実際戦えないんだけど、フルコンの強さ客観的に研究させてもらう。それじゃあエントランスの受付に集合しよう。お前それよく受けたな。運営で戦えませんっていう条件、マジで？私も絶対戦わせて、激しく抗議しそうやったのに。これもネモが成長したってことか。いや、育つためなら貪欲なんやろな、多分な。いや、さすがネモやで。客観的に最強大会を勉強して、でそれを自分の糧としてっていう。いや、とにかく戦うことが目的の脳なしではなかったよ、ネモは。来たよ。来たね、フルコン。学校最強大会に出場するにはスタッフさんにエントリー申請するの。それでは大会のご説明をお願いします。学校最強大会のルールは生徒や先生どなたでも参加できる勝ち残りランダムマッチです。運営が行うくじ引きで試合のカードが決まりますので、バトルコートで向かい合うまで誰が対戦相手なのか分かりません。勝った人は引き続き次の試合に臨めますが、一度でも負けると敗退し以降の試合には出場できません。つまり勝負を続けて最後まで残ったただ一人こそが学校最強のトレーナーとなるのです。クラベル先生と話し合って大会ルールを決めた。今エントリーしてる人数的に多分4回ぐらい勝てば優勝。先生たちも強者揃いだから頑張ってと。はあ、4回連続でとにかく勝てばいいんだけれども、だ学校最強大会って挑んだ時に16名がぐらいかな進出されてみたいな感じ。トーナメント方式っぽいよな。じゃあ行ってみるか。はい、行ってみます。まずはこのパーティーで行ってみます。勝てんのかな。はい、エントリーが完了しました。それでは会場へ移動してください。行けっかな。さすがに不安や。あ、ちなみにポケモンは6匹に増やしてきました。さすがにね、学校最強大会は相手も6匹で来るっしょ。おー、私が最強です。どうも皆さん集まりましたかね。いいよ。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、グレープアカデミーより新たにチャンピオンランクの生徒が誕生しました。フルコンさんです。マジすごすぎ。あ、ちょちょちょ、みんな知らんかったんかい。わーわー、いいぞいいぞ。あんまり情報って行き渡ってないねんな。いや、チャンピオン在学中の偉業達成、非常に喜ばしいことです。本大会は生徒会長のネモさんがご友人である新しいチャンピオンを祝福するため企画してくださいました。本日は新チャンピオンの強さを皆さんに知っていただくとともに、普段その実力を表に出していない生徒さんや強者揃いの先生方にもご注目いただければと。あ、じゃあもう全然聞いたことない生徒さんとかも登場する可能性あんのかな。それでは学校最強大会バトルスクールウォーズ言うてもてもてサブタイトルになってもうてる気に入っちゃってるやん先生。それでは第1回戦注目のカードはチャンピオンフルコン対ペーパー。あ、お前なのか。肩書きの差が笑っちゃうレベルなんだもんな。フルコン、俺がエントリーしててびっくりしたろ。いや、来てると思ったぜ。お前は分かってたのか。さすが俺のダチだな。俺エリアゼロで自分の力不足を思い知ってさ、今まで戦った中ででも一番苦戦したぞペーパー。マフィティフたちと隠れて猛特訓してたんだ。何かあった時はまたお前と肩を並べて戦いたい。だから今日はまぐれでもカーツピリッと味変新生ペパーご賞味あれだぜ。カパーン、ムデトーン、そしてモンスターボールドーン、欲張りす。ポケモンを変えてくるということはせえへんねんな。お前とは対等でいきたいから欲張りに行くぜ。マフィティフとかも出してくる。いやー、ちょっと
催眠術聞いてくれ。いけ。いや聞いた。欲張りだね。うん、眠りな。ちょっと一回でも指振っときたい。学校最強大会とは、いや、まずは夢子、ちょっと余裕見せんな、まだ。いや、いいね、夢食い2発で落ちるわ、これ。いや、目覚まさないで。重いよ、あんた。うん。で、ここで指を振る。夢食い100やもんな。あ、ムーンフォースで落ちるかな。落とすか。えい、よし、いいぞ。よし、ここは真剣に行こう。マジで火炎放射で焼き尽くす。陸クラゲって草やんな。あれ陸クラゲ。おっしゃ、こうやってダメージ受けたまんまで次の試合行くんかな。であれば相当厳しいぞ。あ、効果抜群でもそんなもんですか。仕業に強くていらっしゃる。これ眠るよね。起きて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 、カチカチ山、起きて、かっちゃん、起きて起きて、かっちゃん、カチカチ、やっと起きた。いけ、火炎放射。やけど、これ先手取られて負けか。そうよな。うわ、カチカチやば。眠りが深かったなおめえ。じゃあここはちょっと先手確実に取りたいから、マスカーニャ、ハルさん出して、で、から元気で落とそう。はい、落ちた。うん、で、陸クラゲ倒れる。うん、スコビランな。炎持ってるやな。ちょっとこれは入れ替えた方がいい。炎持ってて、あ、なんか草炎やから、いけー、よーし、いいね。やっぱ強しは強しなのよ。ちょっと押されかけたけど、ここは落としていこう。んで、表示4やったね。そういえば小次郎がおったんやな。まあさすがに落ちはしないよな、この人耐久の鬼やもんね。ストーンエッジちゃんと、うーわ、おー、もうマジか、一発耐えると思ったんやけどな。まあ速度は勝てると思うから、じゃあ波動弾で確実に落とそう。はい、いいよ。んで、水、なんかパルシェンってさ、あの氷の矢みたいなの打ってくるじゃん。あれでちょっと草疲れそうやよな。まあとりあえず草結びで。ほい、お、めっちゃ効く。嘘、パルシェン重かった。そんな効くと思わんかった、びっくりした。マーフィティフ来たね。うん、悪タイプやからな。じゃあフェアリーで、バトルスクールウォーズで一番光っとこうぜ、マフィティフ。ペパーの笑顔ほんま好き。あ、腕痛そう、大丈夫。投げて、はい、スパコン、悪になっての、はい、鍛えた顎でかぐみまくり、あいつの勝利を砕いちまえ。ちょっと歌っぽいよな。あ、向こうの方が早いんか、サナ。ぬー、マフィティフ早いな。これで一撃で落ちるとは思うんやけど。はい、よっしゃ。早かったね、やっぱルカリオなのよ。第1回戦勝者はチャンピオンフルコン。いやー、息子やるじゃん。お、初戦からすごい戦い。チャンピオンの力って強い。いやー、悔しいけど、誇らしいぜ。俺もジムとか回ってみっかな。2回戦も頑張れよ。息子やるじゃんはペパーの方への声援やったか。ね。俺のお母さん来てんのかと思った。続いて第2回戦、気になる組み合わせは、俺の相手は、ジニア先生なんや。へえ。どうもどうも、フルコンさん。いやー、宝探し中にチャンピオンになっちゃうんでって、本当にすごいですね。チャンピオンランクが2人もいるクラスの担任、ちょいとばかしプレッシャーがありますが、生徒に負けないように先生も頑張らんとな。さあさて行きましょう。いいところまで行けたらいいな。ポケモン博士やから色とりどりのポケモン出してきそうやよね。え、俺のポケモンの状態が気になるんやけど、どうやろ、回復してるよね多分。ウィンディ、はい、
俺はウルトラマン。回復してた、よかった。炎か。自分らしくのびのびと力を発揮してくださいね。ちょっと催眠術で眠らしたいな。いやー早いね。強っ。眠ってくれ。よーし。でこれで夢食いで回復できんの、でかいな。マジで読めないな、何が来るんやろな。ジュニア先生ポケモン博士やから、イメージからもどのタイプに固めてるとかなさそうなんよな。よしよし、夢食いがめちゃくちゃ生きてくれてる。シュウィンディ倒せた。催眠術強え。聞いたら強いね。眠りながら死んでいった。ごめんよウィンディ、可愛い死に方をさせてしまった。気絶な。バンバドロか。え、バンバドロってタイプない。どうかな。まあ、バンバドロ草で地面はあるよな、泥やし。あともう一個ぐらいなんかあんのかな。バンバドロ岩地面とか悪地面。バンバドロってそんな悪顔してたっけ。いや、そこまで悪顔ではないな、まあ、効果抜群だね。しかも重そうやからこれ効くんじゃない、しっかり。いやいや強っ。え、草むすびって強くね。ラランティスってどんなポケモンやった、全く覚えてないので、とりあえず指振ります。わからん。誰だっけラランティスって。おめえ誰だラランティス。指を振る攻撃。この子虫か。お、胸の、うわなんか強いの出た。おー、しかも効果抜群。んラランティス、胸の剣の属性がわからないが、でもあのボウボウの人の技やんね。ってことは炎なのか。炎が効いてるということは、あ、虫か草か、そのあたりかな。もう一回胸の剣2回目。あ、まあまあ、いや結構いい技出るじゃん。まあでも格闘技やんなこれな。素早さ下がるんや。まあ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 落ちてしまったな。はい、いいね。ヤドランエスパーやし噛みつくか。おお、威嚇と鈍感のぶつけ合い、いいね。噛みつけ、よしあり。ひるめ。いや、ひるみ力高くない、ほんまに。もう一回ひるめ。 30% 出ないね。おお、特殊に強くなる。え、でも噛みつくは直接攻撃やんね。いいね、ひるめ。強マルノームってゴクリンの進化系やんな。ゴクリンって毒か。ちょっと待って、俺毒に何が効くか。あ、エスパー効くよな。あ、毒はエスパーと、あ、地面かな、その辺かな。確か地面やったよな。エスパー地面だけやったかな多分。いやでもこれで勝てそうですね。うん、このまま再起光線で混乱してくれたので、チクチク削っていくわ。さあリキキリンな、最後はリキキリンか。でもこれはね、テラスタルしてきそうやよな。何にテラスタルしてくるやろ。まあ、ちょっとカチカチ山で様子見るか。エネルギーを注ぎ込みます。いわゆるテラスタルです。さあ何にテラスタルしてくんやろ。あー、ジニア先生、あ、なんか割とあっさりやな。みんなあのテラスタルの息吹にさ、うおーってなんのに、エスパーなんや。そのまんまテラスタルしてくんのな。ジニア先生の泣き方渋かったな。とりあえず何来るかわからんからと吐いといたけど、技のパターンを変えましょう。どんな結果になるかな。どんな技で来るんや。普通やないか。めちゃくちゃ普通やないか。リキキリンでエスパーテラスタルしてサイコキネシス、そんな効かんやないか。まあのしかかりとかの方が強そうかな。麻痺状態にすることもあるし、ほら物理で攻撃した方が良さそう。いや麻痺った、強すぎ。じゃあ色とりどりの技を出してやる。まずアクアテール、ベチン、んで最後に流星群。あー麻痺効かないね。でもんー、カチカチ山倒れたか。いくぜシャドーボール。
よしよし、ここでね苦戦してるわけにはいかんからな。ジニアさん、やらせてもらったよ。おい、わあ、よくできました。生徒をいつでも褒めてくれるジニアさんはいい先生や。ありがとう。第2回戦勝者はチャンピオンフルコン。まいったまいった、フルコンさん強いですね。自信に満ち溢れてて僕より先生に向いてますよ。ジニア先生、あれ先生怒ってる？ちょっと怒られてきます。次も頑張ってくださいね。なんだなんだ、いよいよ第3回戦、残るトレーナーはあと4名。チャンピオンフルコン VS バトル学教師キハーだ。オス転入生、学校最強大会バトルスクールウォーズ最強を決める戦い。腕が鳴るな。ここは私の強みを最大限に活かせる場。このような大会が開かれるきっかけとなった転入生に感謝だ。転入生、いやチャンピオンフルコン、教師としては生徒導いていきたい。反面バトル学教師として負けるわけにはいかない。悪いが本気を出させてもらうよ。かわいい、沖原先生めっちゃ好きやわ。この人のポケカ出えへんのかな。今んとこ全然予定見えへんよな。俺二押し目木肌先生やな。チリ木肌、その順番やね。あ、ずっと受けてる。正々堂々勝負だ。健闘を祈る。でも絶対格闘タイプメインやんな。だからそう、夢食いとかが効くわけですよ。でも普通にムーンホース効くので、まずはウルトラマンムーンホースで押していく。うわ強い。絶対トータイプメインやんな。誰やろ、ルチャブル。やっぱそうやんな。いやこのままいっていいっすか。ムーンフォースがちゃんと効く。いて、まあでも、あ、マジか。それは先生の爪、なあ出ない。うわー耐えた神。ウルトラマン落とせるか。お前はやれる女よ。あ、男の子やったわ。さあここは交換やな。ケンタロス、ほんほん、ケンタロスノーマル。あ、でもパルデアケンタロスは水とかやっけ。いや、パルデアケンタロスって2種類おんねんよな。水タイプの方のパルデアケンタロスと見た。いきます。くさ、どっちだ。うわ、炎の方でした。やばい。なんでなの。なぜなのか。嘘泣きぐらいしかやることがない。ちょっとこれ交換した方がいいか。強しに特防下げて、悪が重い。一発耐えたらアクアテールで確実に倒れるっしょ。うん、攻撃も下がる。耐えろ、いいね。んで防御も下がったか。あー、特防がものすごい下がってるんやな。だから暴風の方がいいんやけど、なんかアクアテールでも落ちるような気もしてきたな。当たってくれ頼む。よし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 、 100% 落ちる、よかった。あ、とりあえず撃つけど、ゴーストが効くんやから。ゴーストじゃないよな、エスパーか。格闘エスパーってあんま見えひんな。なんかね、相反する技って感じするからさ。魔法と攻撃を兼ね備えてるみたいな。次のケンタロス絶対水やろ。ハルさんの草結びで落としてやる。ソクトは勝てる。やろやろ。え、あれ、あ、せやんなせやんな。攻撃が下がんのか。あ、でも特殊攻撃やから草結びで。で、重さはどんなもんですかあんた。強い草結び。なんか思ったより強いなこの技。やるな転入生、ガゼン闘志が湧いてきたぞ。ああ。ハリティ山を繰り出した。オッケー。昨日の自分を超えていけ、明日に向かって押す。いやー青春爆発してるな。いいわ、めちゃくちゃ動いてるからすげえ汗かいてそう。若干臭そうやん、ね、木肌先生。うん、まあでも木肌先生チリ、あーでもボタンもいるしな。どうするハリティ山、俺たち誰を推しにすればいい。まあそれはチリやん、ね、アドーダン格闘大会。おお結構効くね。次で落とせるわ。全力を振り絞ってこそ。
掴んだ勝利に意味がある。そっちの攻撃はインファイトか。耐えろ。おお、耐えた。ナイス、耐えた。熱い。いや、インファイト耐えると思わんかった。最後テラバースト見せてくれじゃん。お前のあんまりこの技使ってなかったからなね。おらーっ。研ぎ澄まされたオスを感じたぞ。オスを感じる。それ使わせてもらいます。3回戦勝者はチャンピオンフルコン。悔しい、完敗だ。だが得るものは大きかった。圧倒的成長だ。意外かもしれないが、大人も日々学んでいるんだよ。でないと子供に勉強しろと偉そうに言えないだろ。対戦ありがとう。優勝目指し、押す押す押す。熱苦しさを感じるな。やっぱり残すところあと1試合となりました。学校最強の名を奪い合う最後のトレーナーはこの方たち。フルコン対、いや、桃高さんやんな、そりゃだよな。特別ゲストトップチャンピオン桃高。ごきげんよう、チャンピオンフルコン。決勝戦であなたとお会いできると思っておりました。研鑽された力と力、それらがぶつかり合い人々を熱狂させ魅了する。私が想像する理想の世界に非常に近い状態です。ポケモンリーグ委員長としても、アカデミー理事長としても非常に満足しております。この場で私たちが高め合えばさらにシナジーを生み出せる。さあ、チャンピオンフルコン、人々をさらなるステージへ導くためトップチャンピオンの力振るいましょう。さあ、お願いします。桃高さん、トップチャンピオン桃高が勝負を仕掛けてきた。クスパトラやろうじゃねえか。桃高、あなたと私2人の力で皆さんを導きましょう。俺そんな大それたことできるんかな。眠ってくれ。うん、耐えるね。よし、眠れ。いいよ。んで、ただ夢食いはあんまり効かないので、よし、指を振ろう。眠ってる間に指振りでなんかええ感じの技出てくれ。ゴッドバード、すごいの出た。いけー。先生の爪で行動が早くなった。うん、ゴッドバード。嘘やろ。待ってくれ。せっかくの。じゃあもうなんかすっごい虫技出てくれ。砂嵐。うん。耐えてる間に。もう一回。違うんだよな。特攻しっかり上がったから。でも、あ、そんな持ってるんすか。やばい、次で落ちる。俺次で落ちるから、もうムーンフォースで上がった特攻で、あー、ナイスー。で、上がった特攻で物理で殴る。おー、つやった、熱い。これは一撃で落とせるとは思わんかった。砂嵐がウルトラマンを襲う。特攻せっかくグーンと上がってるからな、そのまま行こっかな。ドドゲ山って悪じゃね。これこのままフェアリーでいけるぞ。先行取れればね。倒された仲間から力をもらった。あ、そんな特性があんのね、ドドゲ山って。いけ。あー、落ちなかった。ってことは倒れそう。避けて。無理よな。まあ、よく頑張ってくれたウルトラマン。いや、悪巧み効いたな。熱い。うん、オッケーオッケー、取れましたね。さあ、次は、あ、クレベス。あ、燃やした野郎そのまま。クレベスって氷だけやんな。氷タンやんな、そのまま。よし、マジカルフレームいきます。いけ。おい、マジカルフレーム。よし、学校最強が近づいてる。で、ゴーゴーと臭いよな。よし、そのままいけ。スリザリン。うん。あー、でも半分もいかないんか。マジ、まだ炎技を持っているんだ。こちらは火炎放射だ。やめて、ちょっと待って。ドラゴンにじゃりつくはやめて。あ、いいですね。5つ目で食らったところに火炎放射で落ちるんじゃないの。な、落ちない、強いな。これ倒れちゃうけど、ゴツゴツメットで向こうも落ちて、
痛み分けということで、はい、あ、落ちない？倒れるよね、そうやんね、もうすぐスベットで落ちた、いいね。まあ、お互い普通に攻撃をしていくって感じやん、ね、格闘技効かないっぽいし。とかアミガルーサって水でエスパーもあるか。お、耐えた、ナイス、よし、勝った。えっ、びっくりした。アクアジェットって先行技か、そっか、そういうのしっかり打ってくんねんな。しかし悲しませまいと持ちこたえのミガルーサ倒れ、よし、いいぞ。ネモがずっと応援してくれてる、かわいい。キラーフロール一番最初に君に決めた親友の春で最後は決めましょう。決めれるかな、ラストにふさわしい最高の勝負を飾りましょう。テラスタル何にしてくるかな、キラーフロール、はい。でも俺は分からんので一旦嘘泣きします。パルディアの未来のように光あるキラフロール。これからテラスタルするっていうのにニヤニヤしやがるな。優雅な投げ方やわ、チャンピオンの風格。これがチャンピオンのテラスタルか。キラフロール独特しいよね。で地面テラスタル、よし、マジか、強くね。まあでも嘘泣きは入ってるから先行取れれば親友のかっこいい。でこっち波動弾の特殊技の方で OK、 先行取れた、よっしゃ、よかった、ありがとうハルさん、嘘泣き入れといてくれて。危なかった持ちこたえてくれなかったら危なかったね。まあ、強しはいたけどなかなか厳しかったんじゃないか。パルデアの未来は実に明るい。でこれでお金めっちゃ入るんやんね、この学校最強大会っていうの。こんな大変なのを周回するんですか、ガチ勢の方々はすなわち学校最強のポケモントレーナーはチャンピオンフルコンだ。おー、やったね、フルコン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 。そしてツイッターの日本のトレンドにフルコンが上がった。音ゲー勢は驚愕し世界は揺れた。皆さんお疲れ様でした。どの試合もトレーナーとポケモンの絆が光る目の離せない勝負ばかり。一人一人の個性を大切に未来を切り開くグレープアカデミーの校訓が体現された素晴らしい大会でした。校長の話は長くなりがちなのでひとまずこの辺にしておきましょう。特別ゲストの理事長桃高さん、一言お願いいたします。ん？トレーナーたちの切磋琢磨、お集まりいただいた方々の鼓舞激励、すべてがこの学校ひいてはパルディア地方を盛り上げる最高のエッセンスだと感じました。チャンピオンフルコンは最終テストよりお強かった。その立場に甘んじることなく己を磨いているのです。回ってる間にレベル上がっただけなんやけどな、正直さらに強くなりたいという彼彼女たちの熱い躍動がパルデアの皆さんにも伝道し、一人また一人と未来のチャンピオンが芽吹くことを私心よりお待ちしております。桃高さん、ありがとうございました。これにて本大会は終了のつもりだったのですが、生徒と先生の交流にもなりそう、地域の活性化にもつながりそうです。よってバトルスクールウォーズはこれからも定期的に続けさせていただきます。校長最高、次は私も参加しようかな。ずっとやってんねやんな、これな。やった、次回はネモさんも出場してくださいね。次回ネモが来るんかな、ほんじゃ絶対出ます。え、これ毎回ランダムってこと。これにて第1回スクールウォーズは終了。次回も楽しみに。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、終わったね。フルコン優勝おめでとう。なんか途中からみんなバトルスクールウォーズ行っててざわついちゃったよ。あ、これ優勝商品、
ポーツキャップ。へえ、最後大騒ぎだったから あんまり俺には似合わなさそうなんやな。クラブル先生、私寂れちゃったって。学校最強の座はひとまずフルコンに預けとく。次回は私も参加するから。うかうかしてらんないよ。本当にネモが一番強いよ。大会に参加するときはスタッフさんにエントリーしてね。ゲンガーがしてくれてる。フルコンがパルディアに来てくれてライバルになってくれて、毎日が本当に楽しい。出会ってくれてありがとう。俺も楽しい。なんだか照れるね。いっぱいいっぱいいっぱい勝負しようね。ネモ好きやわ。ネモ、いや木肌さんの上やな。チリネモ木肌かもな。なあ、誰？おもだかさんか？あ、ジニアさんか。学校最強大会優勝おめでとうございますね。教え子が学校最強だと僕も鼻が高い。うん、ジニア先生。あ、クラベル先生、今から本題話しますから。実を言うと最近強力なテラレイドがあちこちで確認されています。アカデミー、生徒のポケモンが怪我をした報告が相次いでいるんです。先生たちも手分けして調査しているんですが、手が足りなくて。そこで学校最強なフルコンさんにお手伝いをしてもらえるととっても助かるんですが、まあ任せてくださいよ。むしろ願ったり叶ったり。調査データは自動的に図鑑アプリでキャッチアップしておりますので、フルコンさんはとにかく強めのテラレイドバトルでたくさん戦ってください。学校最強でも無理は禁物ですよ。大切な生徒が怪我でもしたら悲しい。それでは頼みましたよ。しゃ、学校最強大会出場も終わりの、あとはテラレイドバトルをたくさんしていったらいいんかな。よし、というわけで学校最強大会も優勝したというところで、実況の方は一旦ここでまた区切りになるのかな。ただね、そうなんよな、この人のストーリーとかやってないからさ、ちょっとね、あのランクマとかもやってみたいな、ポケモン本気で育ててみたいなっていうのが今あるので、そっちをちょっと優先させていただこうかなと思うんですけれども、またレフォール先生のやつとかは生放送でやってしまうかもしれない。また DLC が来たらね、動画の更新とかさせてもらうと思います。それでは一旦終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。